皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、とあるキャラの虹バッジが欲しくて、アビさん作っちゃったキャラがいるんですよ。それが、まあ普通にアビさん強いキャラなんですけど、それプラスですね、最近弱いって言われてる足キャラを輝かせます。はい。鬼んこバイクでやっていきましょう。鬼んこバイク。まあ普通にね、アビさんの鬼んこがすごい強いと。で、虹バッジもものすごい強くて、虹バッジが欲しくて、アビさんの鬼んこを作りました。かつ、まあバイクって最近すごい弱いって言われてるんですよ。まあそのね、バイクがね、活躍できる可能性があるっていうのが、まあ鬼んことの組み合わせ。なので、鬼んこバイクでやっていきましょう。これはね、鳥でまず取れそうだから、取ってから鬼んこ蹴ろうかな。取れる気がするね、これ。行きましょうか、大砲って。おぉ、がっつり撃ってくるね。まあ別にいいんだけどさ。こっちも鳴らしたい。うわ、まさかのここで出てくるのがそれか。はい、やられちゃいましたね。ミノガール。ミノガールか。じゃあミノガールやりに行きましょう。さあ、ビーム狙って。胸を避ける。ああ、避けなかった。ちょっと間に合った。それマジでめんどくさいな。決めていこう。はい。倒して。OK。倒しました。そいつにやられるね。そうしょうがないね。そうでも鬼、チームメイト当たらないんじゃないかな、キメラに。うん。当たんないね。そのままキメラに来てもらおうか、一回。はいはいはい。来てもらって、で、はい。豆貼ってあげて、さあ、ワンパン、カニ、したらもう十分でしょう。キメラも耐えてる。まあ耐える必要もないんだけどさ、まあいいんじゃないですか。さあ来ましたね、大型。はいはいはい。取られたくないよね、できればなんとか守れてるかな。はい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 。勝てるとは思いますが。OKOKOK。というわけで、完勝ですね。いや、最初から鬼んこバイク行こうかと思ったんですけど、最初から行くともしかしたらレードラで破壊されるかなと思って、ちょっと待ったんですよ。そしたら結局レードラ引かれてましたね。さあ、それではね、2戦目やっていきましょう。いや、まあ開幕全出ししてもいいんですよ。18コスト使って。いいんですけど、そう。止められたらもう負けみたいな。うまくいったら勝ちみたいな。なっちゃって、試合結果がもう早めに分かっちゃうんで。別にやろうかなと。いきますか。ちょっとあんま強くないかもしれないですけど。まあ最近あんまりマリオネット嬉しくないな。マリオネット?補欠にしようかな。もういっちゃうこれやっぱ。最近なんかあんまりマリオネット嬉しくないんですよね。取られたし。ポッケ破壊した。いいんじゃない?はい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 。そのマリオネット行ってもらって。まあそれ倒せるでしょ?うん。で、ゴーレ。ゴーレか。まあ、ゴーレはね、ちょっと重いね。これ破壊してもらって、爆発。この剣士も爆発。いや、いいダメージ入るね、本当に。強いね。これ、キメラ行こうかも。うん。オーケーオーケー、いいよ。いいんじゃない?いいんじゃない?いいんじゃない?いいんじゃないの?それ。はい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 。おやつとりあえず拾っちゃって。破壊して、バイクで回つかけて。まだ豆あるよ。取って、爆発して、あとバイクでやってくれると。
素晴らしいですね、まあ、そこもやってくれて、おお、やってくれ、あーちょっと残るんだ、マリオネットいきましょうか、まあ、なかなかいい感じになってるんじゃないですか。今砦は取られたくないんで守っていきましょう。これ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 、す、 OK というわけで完勝ですね。おにんこバイクでした、まあ、アビさんおにんこ、これ虹バッジで同じ性能って結構やばいですよね。はい、それではね、3戦目かな、やっていきましょう、やってっちゃおうか。おにんこバイク開幕出しでも普通に強いな、やっぱ噂をすればバイクの虹いくか。あ、もういっちゃうかも、ミスったバイク1、止まるんじゃねえぞマジで。これ1個拾えてないんだよな。うん、はい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 、トレが出しちゃおうかも。そのトレがな、スキル打ってくれると神なんだけどな、打ってくれず。 OK 打った、打ったけど結構距離あるな。はい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 、さあブルドラちゃん頑張ってくださいよと。いよいよ、はいはい、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、ブルドラちゃん、さあ豆拾っちゃってくださいよ。トレントガールさんやっちゃってくださいよ。これ相手のノブを育ってないですね。育ってもあんま関係なかったかもしれないけど。というわけで、最近弱い弱い言われてる。うわ、やば、豆のダメージ。見ました、いや、ベビー、あれですよ、体力。一瞬で滅ぼされたけど、強い、ニンコマジで。いや、前の火力が結構やばいんですよね。とんでもない火力してる。はい。それではね、ラスト。ラストでいきましょう。いやー、これね、おにんこやばいね。まあ、バイクとの相性もすごいいいんだけど、ただバイクに無理やりする必要はないかもしれないですね。まあ、というのも、今、裏技の剣士が出てるんで、剣士で拾えばいいだけなんで、わざわざバイクで、頑張って拾わせる必要もないのかなと思います。うまく使えるしね、裏技を。まあ、とりあえず分かることは、おにんこが強い。いきましょう。オール進撃。勝ちに行く。お、この方は煽りたい方ばっか打ってる人ですね。あの、全くもって語弊はないです。この方はよく煽りたい方打ってます。さあゴス、これカエルチョ、はい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 、ドラゴンライダーもカエルでやりたいな。飛んで、カエル。飛んで、死ぬぞ、お前。そう、いいねー。さあ、おにんこバイク。はいはいはい、いいよいいよいいよ。豆も拾って。削るだけ削ってくれよ。さあ、ここまたバイクが爆発食らってくれたら、それはそれで、取れるんじゃないの？しかも、素晴らしいねー。さあ、マクロスがスキル打って、破壊して。パピオンですね。パピオンはね、でもね、言うてマクロスで結構やれるんじゃないかなっていう印象があります。破壊？オッケー。てか、下止まってないですね。まあ、運営がね、煽り逮捕禁止ですよと。あの、規約違反になりますよ、バン対象ですよっていう話をまあ、したじゃないですか。まあ、それまでにね、してる人もまあどうかとは思うけど、されてしなくなった人もいるじゃないですか。まあ、それはバンはされたくないよと。ダメって言われたから、じゃあしないよって言って、やめた人もいるんですよね。
全然いいと思いますよ、それはそれで。いいんですけど、ダメですよって言われても打ってる人って結構やばいと思うんですよね。運営にダメですよって言われてるのにまだ打ってるのってマジでやばくないですか。冷静にやばいと思うんですよ。バン大将ですよって言われてるのに打ってるのって結構結構なんかとんでもないと思うんですよね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。おにんここれ激レアかな、足りてないですわ。究極かと思ったんですけど、おにんこ激レアが足りてないっぽいな。どれだろう、わかんないんですよね。わかんないんですけど、どれか激レア、ってか全部ないかも、もしかしたら。はい。まあ欲しいですね、おにんこの激レア。多分持ってないかも、全部。そんな感じがします。はい。というわけでね、皆さんご視聴ありがとうございました。おにんこがめちゃめちゃ強いことは分かったかと思います。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。